ゆきは、日本のベーシスト、造形作家、マリス・マイザーにて活動した。福岡県出身。1992年前身のバンドに、ベーシストとして在籍、後に脱退。勤めていた、アルバイト先で、マナ、コージーと出会う。同年8月、マナ、コージーらと共にマリス・マイザー結成、創設メンバーの一人となる。 1997年日本コロンビアと契約し、マリス・マイザーのベーシストとしてメジャーデビュー。2001年12月31日、マリス・マイザー活動停止。以後、表だった音楽活動は行っていない。2004年12月1日コージーのソロ活動にてリリースされた作品メメメントに作詞提供。 2010年7月17日マナが主催するディープサンキューチュアリー2に出演し、再会の地とバラからずと称してセッションを行う。2012年9月2日、11月14日からディープサンキューチュアリー3に出演し、破壊の果てからずと称してセッションを行う。2014年3月2日ツイッターを開始。同年10月11日、 ディープサンキューチュアリー4に出演し、活動停止後初めてマリス・マイーザーとしてセッションを行う。2016年8月7日からディープサンキューチュアリー V に出演し、セッションを行う。また誕生日の前日だったためそれを祝う会が公演中に模様された。2018年9月8日、9月9日からディープサンキューチュアリー6。 マリス・マイザー25スアニバーサリースペシャルマイナスに出演し、マナ、コージー、神の師匠である桜、歴代のローディラ3人とマリス・マイザーとして演奏を行う。ありがとうございます。